今日はですね、イングベー・マルムスティン風なフレーズで、バイオリン奏法、バイオリン奏法、まあ、ボリューム奏法って言いますかね、ボリュームの上げ下げで、下げでボリューム、バイオリンを弾いてるような感じの音になります。こんな感じで、ちょっとあんまりうまく弾けてないかもしれないんですけれど、で、このボリューム奏法は今ディレイを使ってます。で、ディレイを使って普通に弾くと、こんな感じで、これを使わないで弾いてみますと、ボリュームを調整しながら弾きますと、まあ、こんな感じになります。で、これ結構難しいところがありまして、こっちの上げ下げの時にこれがずれてきちゃう時があるんですね。こう引っかからない、それでうまくボリュームが上がらなかったり、あとこっちのタイミングが合わなくなったりしてしまうので、ちょっとまあちょっと練習すればできるんですけど、でこの奏法、まあ一弦はちょっとこう楽に届くんですけど、6弦になりますとちょっとこう遠くなってしまうので、ボリュームの上げ下げがちょっと厳しくなってきます。なので、まああんまりこっちの方まで来ない方が無難にできるかなとは思うんですけどね。のお話です。でした。まあ終わってしまうんですけど、まあイングベーマルムスティン風、まあイングベーマルムスティンもバイオリン奏法でいくつか曲あると思うんですけど、今日はこんな感じでバイオリン奏法のお話でした。で、このバイオリン奏法、まあ
ディレイを使えば、まあ、普通に弾けば。こんな感じで、そんなに早弾きではないので、まあ、タイミングさえ合えば、まあ、綺麗に弾けるとは思います。今日は以上になります。